沢玉木が第5位結果。そして今第3位武蔵 RG アルプロがまもなくやってくる。ゼッケン634番結果を受けました玉田誠、今年も優勝かなわず第3位。表彰台の3チーム、そしてプライベーターたちも続々チェッカーのフラッグ、みんな全チームに温かい拍手を送ってください。完走したチーム全チームにどうぞ大きな拍手を。そしてピットにいるペア、あるいはチームメイトのライダー、そして頑張ったチームのメカニック、チームクルーたちにもどうぞ温かい拍手を。レーシングチェッカー受けた。鈴鹿レーシングもチェッカー受けました。最後はクラッチが滑って滑っての戦いだったと思いますが、鈴鹿レーシング13位で傷だらけのチェッカーにはなりましたけれども、完走優勝を飾りましたのは11番 FCC TSR ホンダ清成隆一、秋吉康介、伊藤新一、清成隆一組が見事217周で優勝のチェッカーフラッグを受けています。第2位は絶景ナンバー12番の吉村鈴木レーシング、加賀山幸男、ジョシュウォーター、青木信康組。第3位634番武蔵 RG アルプロ、高橋匠、玉田誠、岡田忠一組。第4位99番 BMW モトラットフランス、ランシーライン世界最終選手権のトップという。第5位は絶景01番、スタート前のピットスタートのあのトラブルの時にはもう終わったかと思ってしまった。しかし地獄から這い上がりましたエヴァアーティー、その取り組んだ HRTR は第5位。花火見るぞ。いつものように花火打ち上げるぞ。